都市鎧塚の鎧塚都市彦です。29年菓子職人をやらせていただいております。パティシエになったのは当時パティシエという言葉なんてなかったですので、なんかそういった中にこそ男が一生かけてやっていくのには面白いんじゃないかな、菓子職人の道に入りました。もともとこの世界に入った時から、ヨーロッパでは勉強してみたいなというのがあったんですね。29歳の時になってですね、もう一度一からやり直したいという思いでですね、海外に行こうと決意しました。日々の仕事を当たり前のことを当たり前にやり続けていくということの大切さというのは、若い時から身に染みて感じてやってきましたので、お菓子というのは一つ一つの工程がものすごく難しい工程ではないんですね。何百何千という工程を一つずつやり続けていくという精神的な強さというんですかね、それを続けていくのがパティシエの大変であり面白いところではあると思いますね。もちろん理論と技術というのは非常に大切なことだと思ってますが、僕はそれよりもっとですね、人としての軸というものを大切に考えていきたいなというふうに思っています。農家の方々と触れ合うことによって学ぶべきことというのはたくさんあるんですね。そこにはやっぱり僕は一から作り上げていく、作物一つ、ブルーベリー一つ、夏みかん一つ、自分で作り上げていくことによって、その大変さであったり面白みというのを覚えてくる、その先にやはりパティシエケーキ作りというのはあると思うんですね。そういったものも同時に勉強していくということが、長いスパンで考えるとパティシエとして人として大事なことだと思っています。幸せと不幸せ、自由と不自由って対極にあるもんじゃないんですね。実は表裏一体、すぐ近くにあるものなんですね。それを自分の考え一つでそこに楽しみを見出していくということが非常に大切なことだと思います。これから自分はどこまでやっていけるのかなというのにすごく楽しみを感じるんですね。ですから今回の学校もそうですし、自分の持っているものを生徒たちに教えていくというよりも、生徒たちと一緒になって何ができるのかな、どこまでやっていけるのかな、どんな子たちが育っていくのかなということを模索していきながら、お互いに伸ばしていけるような学校づくりというものをしていきたいというふうに思っています。